ネタキャラ、ネタモンス、ネタプレイヤー。これまでモンハン界では、ネットのみんなに笑われてしまったおもちゃのような存在がいたよね。こういう要素もモンハンの魅力の一部ですね。そんなわけで今回はこれまでで紹介したネットのおもちゃたちをまとめてきたから、楽しみながら見ていこうね。年の最後に大笑いしましょう。まずは、すべてを超えた先で一億おじさん。龍神族のハンター。早速不明予想なあだ名が。この人は、ワールドに登場する龍神族のおじさんで、本作の舞台となる新大陸を一人放浪しながら調査しているんだ。龍神族ならではの特殊な感覚と狩りの経験を合わせ持つ優秀なハンターだね。そんなすごい人が、なんでネットのおもちゃに？その原因はまず、主人公がおじさんと初対面したこのシーン。何かを予感したおじさんは主人公に向かって、全てを超えた先でまた会おうと意味深な言葉を残し去っていってしまうんだ。超かっこいいじゃないですか。しかし問題はストーリー終盤。たくさんの経験を積んだ主人公を見て全てを超えたと判断したおじさんは、主人公たちを連れてラスボスゼノさんの元へ向かうんだけど、満を持して迎えた対面シーン。ゼノさんが起き抜けに放ったビームに当たっておじさんは気絶、速攻で一落ちしてしまうよ。全てを超えた先で一落ち。そしてその後は大団長に背負われて即退場。あれだけ強者感を匂わせていた挙句のこの落ちで、多くのプレイヤーたちに馬鹿にされてしまうようになったんだね。おじさん泣いていいですよ。また、ゼノさん討伐後に話しかけると、真っ先に一落ちしたことを気にしてるのか、ほとんど喋らないし、おじさんの持つ武器をよく見たら、幼虫がついていないただのコンだったりと、いろんな方面でネタにされてしまう始末。悲しすぎて草。おじさん、いつかお名を返上する機会が来るといいね。次回作に期待。続いては、ちょっと静かにしてて、中尾。出た。この人は、ライズに出てくる集会所の加工屋さんで、そのルックスと言動から叩かれたりネタにされたりしていたんだ。なぜなんですか？まずルックスに関しては、某アイドルグループの中井くんにしか見えないということで掲示板などで話題に。中尾って名前もちょっと寄せてますしね。そして言動に関しては、作りますか？鍛えますか？強さだけではなく、見た目も大事にしたいですよねー、などなど。装備を選んでいる時に永遠に話しかけてくるのがうるさいと。半分ネタ、半分ガチで口炎上。こういう店員さん苦手です。その後もライズの名物キャラ的な感じでいろんな動画でネタにされたりしてたよ。まさにおもちゃですね。まあでもバージョン 2.0 のアップデ後は重ね着の発案者が彼という設定を聞いて手のひらを返したように人気キャラになったんだけどね。紳士たちは正直だな。続いてはポストラージャン大団長。またもやワールドですか。そうだね、主人公の属する調査団の団長さんでムッキムキかつ豪快な性格の持ち主だよ。不元さんみたいです。そんな大団長がネタにされていたのは、どんな時でも武器を持っているシーンがないという点。さっきのゼノさんとの対面シーンでも武器は己の拳のみ。なんなら防具もおよそ攻撃を防げるとは思えない軽装だね。腕丸出しなの笑います。この脳筋素で装備とムキムキなボディ、そして髪型からラージャンの擬人化なんじゃないかとよくネタにされていたんだ。もうそれにしか見えないですよ。その後もラスボスのアンイシュワルダには捨て頃で相対して、おっしゃー、おい、大事ねーと言い放ったり、アプデで追加された同族ラージャンにも素手で挑んでまさかのビームを受け止めきるなど、いつまでもネタにこと書かない大団長さんでした。実は NPC 最強なのでは。続いては我らが佐藤さ不言。ただここまでの奴らと違って不言さん自体が何かしたわけではないんだ。そうなんですか。ネタとなったのはライズの百竜夜行で助っ人として呼べる不言さんを第一波襲来と同時に出陣させる開幕不言と呼ばれる行為だよ。もう字面がおもろいです。この開幕不言をすることで初っ端に突撃してくる雑魚敵一体だけを颯爽と倒して帰っていく勇ましい佐藤さの姿が見られます。シュールすぎ。成果は少ないけれど、先陣を切って勇敢に立ち向かうその背中を見て、多くのハンターは奮い立ち、気を引き締めることができるそうな。これは積極的にやるべきですね。佐藤さ、こんな扱いでも機炎万丈で頑張っていきましょうね。いつかしっかり怒られそうです。続いては、モンハン界の金メダリスト、ドボルベルク。金メダリスト、どういうことです？サードで初登場したドボルベルクといえば、ハンマーっぽい尻尾をブンブン振り回すのが特徴的だと思うんだけど、その姿が室伏広治さんのようだと当時話題になったんだ。確かにハンマー投げっぽい動きですけど。それからというもの、ドボルさんを室伏広治と呼ぶハンターたちは数知れず。室伏広治さん、ごめんなさい。そして他にも室伏広治さんならぬ室伏と呼ばれる要素があるんだよ。ハンターたちも懲りませんね。
って、どういうものなんです？この映像を見てみると。ああ、ドボルさんと同じパターンですね。そうそう。ハンマーのため攻撃がまんまハンマー投げのモーションだから、室伏って名前が付けられたんだ。体操の技みたいな名前してません。この勢いでぶん投げたら一体どれくらい飛ぶんだろう？まあ金メダルレベルでしょうね。続いては、ここホレワンワン。アラカギツネティガレックス。あれ、これってティガさんの二つな個体ですよね。そうそう。この動画で紹介したティガさんだね。移動や攻撃モーションの際に、白い湯気と地割れのようなエフェクトを見せることから、ハンターから温泉を掘っているとネタにされているんだ。そんなバカなことがあるもんですか。ネタにされたのはダブルクロスからなんだけど、実は前作のクロスでは白い湯気の代わりに黄色い謎の物質が出ていたんだって。ティガさんの体は一体どうなってるんでしょう。本来、混乱効果のある黄色い鱗粉が付けられる予定だったけど、その効果を実装するのを忘れちゃって、ダブルクロスで無理やり白い湯気に変更した。って説が囁かれてるよ。割とありえそうな話。厄介な効果を持つはずが、温泉掘りへと降格してしまった荒鍵ティガさん。ゆくも村の温泉も、実はティガさんが掘り当てたものだったりして、絶対にありえないです。続いては、モンハン界のサイヤ人、ラーゲン。彼は外せませんよね。まさにドラゴンボールのサイヤ人って見た目をしているお猿さん。その見た目もさることながら、このブレスなんてまんまカメハメ派だよね。絶対意識してますよこれ。特に激高した個体なんかは、よりサイヤ人に磨きがかかってるから。ドラゴンボールに大猿として出演しても、全然違和感なさそう。もう本人じゃないですか。そしてラージェンといえば、イージェンも忘れちゃいけないよね。イージェンって何ですか？アイスボーンの大型アップデートで、ラージェンのムービーが公開されたんだけど、その時のワンシーンで、イージェンっていうコラ画像がツイッターで作られたんだよね。めちゃくちゃシュールで面白いです。案の定これがめちゃくちゃバズったんだけど、その影響で公式からイージェンの画像が配布されるっていう。すごい快挙ですね。こんな画像や、こんな画像もあるから、皆さんぜひ使ってみてね。この画像、イージェン。続いては、お下品注意。ナルガクルガーシュ。お久しぶりです。彼のあだ名は至って単純、ナルガクルガーシュをシンプルに訳すと、ナルガーシュとか、ナルアですかね。じゃあ、シュナルガは？穴。ダメダメ、ちゃんと自重してよ。言わせたの誰？なんだか馬鹿げたあだ名だけど、ハンターからはちゃんと愛称として呼ばれていたんだね。お下品なハンターさんが多いこと。ここからは、見た目まんまの愛称で親しまれたモンスターたちを、サクサク紹介していくね。どんなのがいるのか気になります。まずはウカムルバスで、アオとスコップ。いきなり見た目まんまじゃないですか。特にドドガマル、ウラガンキンと同じくくりで、アゴ呼ばわりされるのがちょっと不憫。一応ラスボスなんだけどな。ちなみに今言ったアゴのくくりは、キングパパ三重士って呼ばせてもらってます。確かに似ててくさ。次はイビル城で、ゴーヤ。もうそれにしか見えませんよ。こんなあだ名とは裏腹に、作中屈指の戦闘力を誇っていたり、世界観的にも最強格のモンスターだから、日本中から嫌われているゴーヤの恨みが募って生まれた存在、と言えるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。次はロアルドロスより、バナナとポンデリング。これまたそのまんまですね。全身黄色で、細長い胴体がゆえにバナナと呼ばれたり、頭の周りに生えている縦髪のせいで、完全にポンデリングにしか見えなかったり、ライズのアイコンなんか、ボーライオンのキャラにしか見えないよね。どれにでも当てはまりすぎなんだよな。次はバゼルギウスより。ストレートすぎますって。体から放出する鱗のフォルムが、まるで、木のようであること。そして初登場のワールドでは、凄まじいクソモンスだったことから、いろいろな意味で、と呼ばれていたね。今ではすっかり落ち着いちゃいましたけどね。ちなみに、似たような見た目のセルレギオスは、松ぼっくりって呼ばれてたよ。ちなみにすぎますよ。次は松間が土で、水溶座とダイソン。どっちもなんとなく想像つきます。水溶座は体のヒラヒラした部分から、そしてダイソンは竜巻の強力な吸引力からそう呼ばれているね。ハンターという名のゴミを確実に吸い取りに来てますね。次はナルハタタ姫で、ダマ。今日は下ネタ会ですか？詳しい説明はもはや不要。プルップルのお腹が、ダマにしか見えないよね。これは結構狙ってやってると思います。まあ、姫ってだけに女の子なんだけど。大丈夫、そういう趣味の人もいますから。次はアルバトリオンで、スネオ。まあこれも見たまんまですよね。固有らしい立派な角がスネオの髪型にしか見えないから、スネオって呼ばれてるね。もうまんまですもん。自分くらいアルバさんをいじってると、スネオって響きに飽きて、スネちゃまって呼んじゃってるんだけどね。これからじわじわと流行らせていきましょう。次はキリンで、トスケルビーとラーゲンのおやつ。どっちも散々動画で取り上げましたねー。
ドスケルビに関しては見た目がケルビにめちゃくちゃ似てること、そしてフルフルに食べられたケルビがキリンになったんじゃないかっていう都市伝説の元ハンターから呼ばれているあだ名だね。後者のは怪しいですけどね。そしてラージャンのおやつに関しては、ラージャンに角をじゃがりこっぽく食べられちゃうシーンから来てるよ。本当に美味しそうに食べるんだよな。こんな感じで今となってはネタ感が強いキリンさんだけど、初代モンハンとモンハン G ではかなりの強モンス枠だったんだよね。しかもなかなか戦う機会がないというレアっぷり。なんだか意外ですね。次に登場するときは強キャラ感満載で出てほしいな。メガドスケルビになってたりして。続いてはデジタルタブー、ダブルクロスハンター。これは有名なやつですね。ダブルクロスハンターはモンハンダブルクロスのゲーム配信者ゆうきくんが運営していた YouTube チャンネルで、かつてネット上でネタにされ一大ブームとなった存在なんだ。具体的にはどんなチャンネルなんです？プレイの妨害や暴言、切断などなどありとあらゆる迷惑行為を配信してたよ。ただの嵐じゃないですか。でもそういった過激な配信内容と、ゆうきのブチギレる姿や下手すぎるプレイング、そして絶対裏切りヌルヌルをはじめとした数多くの名言が話題を呼び、人気を博していたんだ。確かに普通そんな配信見れないですもんね。今はもうチャンネルが閉鎖されてしまったけれど、多くのハンターたちの記憶に残っている伝説のネタ地雷プレイヤーでした。良い子は真似しないでね。ちなみに似たようなネタプレイヤー、キリトの伝説はこちらの動画からご覧になれます。こっちも面白いからぜひ見てください。続いてもデジタルタブー、ジョレスコピペ。今度は聞いたことないですね。これはかなり昔に掲示板などでネタにされていた、とあるハンターの妄想を綴ったコピペだね。オリジナルがジェレス種族とか妄想中の一文から始まるよ。これは香ばしい匂いがしてきました。このコピペによると、ジェレス種族とはモンスターを守るために暗躍する NPC のことで、ハンターたちの装備を破壊して狩りを妨害してくるみたい。本当にいたらちょっと面白そうです。後輩には中二巻マックスのセリフまで書かれており、その痛々しさから伝説となった悲しきコピペのお話でした。いつか本当に実装されたりして。続いてはモンハン界の主演男優賞、山田孝之。出た。ワールドのテレビ CM にて、数々のモンスの真似をした姿がネットで話題になっていたよ。これはマジで爆笑しました。特に個人的に面白かったのはクルルヤックのモノマネだね。この動画では流せないけど、みんなにもぜひ見てほしいな。気になる人は山田孝之モンハンで検索。続いては悲しきメインモンス、ブラキディオス。あのブラキさんがおもちゃに？そうだよ、今でこそ屈指の強モンスとして大人気のブラキさんだけど、初登場のトライ G 発売前は散々ネタにされていたんだ。メインモンスなのに。まずブラキさん初お披露目の時のこと、デザインが発表されて間もなく、プレイヤーの間ではエヴァンゲリオンやリーゼントなどネタ的なあだ名が付けられてしまったよ。しかもなぜか公式サイトではブラクディオスって名前を間違えられてたしね。痛恨のミスです。さらにブラキさんを窮地へと追いやったのは、その他新モンスターの参戦情報。前作前々作のメインモンスである神王ガトラギアクルスの亜種に、トライで大暴れしたあの恐竜の特殊個体怒り食らうエビル城の参戦など、ブラキさんよりインパクトのある情報が次々に発表されていったんだ。どんどんブラキさんの影が薄く、しまいには過去のメインモンスたちと戦うトライ G のイベクへ、ジャンプ俺が主人公だにおいて、今作の主人公は俺だと言わんばかりにブラキさんが乱入してくるという始末。公式もネタにしてるじゃないですか。まあ結局みんなトライ G 発売後にブラキさんにボコられて、あんまりネタ扱いはできなくなったんだけどね。実力で黙らせる、さすがブラキさんです。続いては冤罪被害者、ラギアクルス。今度はラギアさん。以前ラスボスまとめの動画で話したように、ラギアさんがメインモンスを務めるトライではストーリーで大地震が起こるじゃん。ああ、確かナバルさんが原因のやつですよね。そうそう、だけどストーリー序盤では村人は一人としてナバルさんの存在を知らないから、その頃よく姿を見せていたラギアさんが地震の原因だと思われていたんだよ。大冤罪で草。このストーリーを受けてネット上では、何でもラギアさんに濡れ衣を着せるというネタが流行ったんだ。レア素材が出なかったり通信エラーが起きたりしたら、それもこれも全部ラギアのせいという風にね。なんとかウォッチみたいですね。幸いトライシリーズ以降はこのネタもあまり使われなくなってたんだけど、前作アイスボーンではボーラスボスさんによる地殻変動が起こって久々にラギアさんに冤罪がかけられたとか。そもそも参戦してないのに。最近裸で寝ると寒いのも全部ラギアさんのせいかな。服着てないからですよ。続いてはフライデーもびっくり、リオレア。夫に続き妻も来ましたか。
かなり家族思いで仲睦まじいイメージのリオ夫妻だけど、ネット上ではレイヤさんの不倫疑惑がたびたび騒がれているんだ。リアルの芸能人みたいです。ことの発端はポータブルにて初登場したイアン・ガルルガの存在。当時ガルルガさんはフック先生とレイヤさんの混血種なんじゃないかと噂されていたんだ。まず見た目はフック先生に激似で、攻撃にはサマーソルトや毒を使うところとかレイヤさんにそっくりだよね。またガルルガさん特有の超攻撃的な性格もレイヤさんの浮気で生まれたという複雑な家庭環境がゆえにブレてしまったのだと説明がつく。は、確かに。まあもちろんこれはただのネット上のネタで、公式設定とかそういうわけではないんだけどね。なんだ、ちょっと信じちゃいましたよ。ちなみにこのネットの反応を受けてかわかんないけど、クロスではゼクスさんとの不倫疑惑のクエストが出されて、しっかり公式からもいじられてました。夫のレウスさんは疑惑の度にヒヤヒヤしてそうです。続いてはみんなの豚さん、モス。これはネタになりそうなモンスが来ましたね。かなり昔の話だけど、モスは某ポケモンのように、バサルモスに進化するとネタにされていたんだ。はい、ダウト。背中にある苔が長い年月をかけて石化したとか、幼い頃からモスの群れの中に擬態したバサルモスが混じってるだとか、いろんな超理論が展開されていて面白かったよ。まあもちろん全部大嘘だけど、そもそも全然種族違いますしね。ちなみにネット上だけでなく、モスはワールドやフロンティアなどでよく公式からもいじられています。完全にネタ枠じゃないですか。ワールドに出てくるヘンテコなモスに関してはこちらの動画をご覧ください。このモスはいろいろ衝撃でしたね。続いてはカマセイヌ筆頭、ドスジャギー。最近よく出てきますね。ドスジャギーさんはその独特な鳴き声をよくネタにされていたんだ。例えば書いて記事にアッアッホーと叫んだり、タックル時にヘイエーと叫んだりね。アホっぽくてスコです。こんなハイテンションな鳴き声に加えて、以前の動画で紹介したカマセイヌっぷりが相まったら、ネットのおもちゃとしてネタにされまくるのはもはやしょうがないことかもね。ヘイエーさん、ライブ登場まだですか？続いては、なんでそこに？ドスイオス。色が毒々しいです。このドスイオスさん、雑魚敵やカマセイヌ役として扱われがちなドス恐竜種のくせに、超強力なモンスたちが縄張りとする溶岩島に出現することがネタにされているんだ。例えばどんなモンスがいるんです？代表的なのはクロスの二つなモンスとかだね。あとはバルカンさんやスネチャマなんかの近畿も出ます。明らかに場違いじゃないですか。どうあがいても勝てないような相手の縄張りにいるのに、なぜか絶滅しないドスイオスさんを見て、実はとんでもない能力を秘めた固有なのではという説を唱えるプレイヤーも。信じるか信じないかはいかやく。続いては、実は地雷？筆頭ハンター。初めて聞いた名前です。フォークロスシリーズに登場する、凄腕ハンター4人のことだね。通常のハンターとは違い、ギルドから特殊な任務を任されている実力者だよ。そんなすごい人たちが、なぜネットのおもちゃに？それは、こんな風に世界観上では、とても優秀なハンターなのにもかかわらず、村界のゴアマガラさんに4人で挑み、無残に負けてしまったからなんだ。この事件を知ったプレイヤーたちからは、筆頭ハンターじゃなくて筆頭フンターだろとか、地雷プレイヤーを表すフンターをもじってネタにされてしまったよ。悲しいなぁ。ただ一応フォローしておくと、ストーリー上ではこの4人が戦った時、ゴアさんは全く未知のモンスターで、波のハンターなら危険すぎて挑むことすら許されない相手なんだ。ゴアさんの対象を任されてる時点で相当な実力なんですね。そうそう、まあそんな敵を単身で討伐しちゃう主人公は何なんだって話なんだけどね。なんなら終盤でクソデカヘビまで一人で倒しますしね。ネタにされることも多いけど、4人それぞれのキャラが立ってて、なんやかんや愛されている筆頭ハンターさんたち、いつか詳しく紹介したいな。ぜひお願いします。続いてはカムラキッズ代表、コミツ。あら可愛い。ただネット上ではこんな可愛らしい見た目とは裏腹に、とんでもないサイコパスなんじゃないかとネタにされていたんだよ。なんだって？というのも、ライズのストーリーを進めるうちに、コミツがある依頼をしてくるんだけど、その内容が、ブンブジナがガスを出しているところと、アオアシラが眠っているところの撮影なんだ。可愛らしい依頼じゃないですか。確かに一見そう思うんだけど、この写真を撮るためには、ブンブジナをぶん殴って爆発させたり、アオアシラを瀕死まで痛めつけて、素で睡眠させたりと、全く可愛らしくない行為をする必要があるんだ。そうして撮った写真を見たコミツさんは、えへへ、かわいいね、面白いねとおっしゃっていました。幼いがゆえの残酷さですね。いずれ某第三王女みたいな、ヤバすぎる依頼をしてきそうで怖いなぁ。まだ今がどうペットにしたいのぜ。続いては、ヤーマナ弟子、うっし教官。ライズは盛りだくさんですね。彼がネタにされ始めたのは、ライズの体験版が配信された頃のこと。
プレイヤーにとっては初対面にもかかわらず、いきなりわがまなでしよと呼ぶなど、妙に近い距離感が前作ワールドのある人物に似てると話題に。これはまずいですよ。またさっき紹介した某おじさんや大団長など、偉そうな態度の割に特に何もしない前作 NPC たちの思い出もあり、うつし教官もこうなるのではと危惧されていたんだ。しまいには某掲示板で発売前から暗記すれ立ってたしね。ほぼ風評被害ですよね。まあ蓋を開けてみれば、百竜夜行で助けに来てくれたし、掲示板の方も暗記すれと言いつつ、実際はうつし教官への愛に溢れたツンデレコメントばかりだったりと、普通に愛されるキャラとして人気になっていましたとさ。なんやかんやみんな好きなんですね。続いては、キモカワ筆頭。フルフル。キモカワといえばこいつです。初期の頃は最強モンス、それ以降はみんなのトラウマモンスになったりと、おもちゃとは程遠い存在に思えるフルフルだけど、意外にも各方面でネタにされてるんだよね。そうなんですか？まずはフルフルの BGM に関して、フルフルの BGM ってどういうのか覚えてる？確か無音でしたよね。そうそう。にもかかわらず、BGM アレンジとか弾いてみた動画が結構あるんだよね。いやー、どれもめちゃくちゃ痺れる内容だったよ。そうですねー。また、一部の過激派ハンターからは、棒状の頭がくねくね曲がる見た目から、チンチンとも呼ばれてるらしい。これはシンプルにあかん。他にもぬいぐるみにされたり、お高めの寝袋にされたりと、おもちゃの枠を飛び越えて、頻繁にグッズ化されてるよ。それだけ人気があるってことですよね。実際フルフルが好きな人ってどれくらいいるんだろう？フルフルが好きだよって人、ぜひコメントしてもらえると嬉しいです。続いては、モンハン界のパイオニア、リオレウス。意外なモンスが来ましたね。ワールドツアー。この言葉を聞いて本当にそう思うかい？戦闘中に永遠とフィールドを飛び回る姿からヘタレウスなんて呼ばれてたし、公式から空の王者なんて壮大な称号をもらったのが裏目に出て、ハンターからは空の王者って呼ばれる始末。完全におもちゃだ。それにワールドツアーをやめて低空飛行中心で戦うようになったらなったで、低空の王者と言われちゃうという。レウスさん、あなた積んでます。とはいえ亜種、希少種、特殊個体が漏れなく実装されたりと、最近はしっかりメインモンス張ってるんだけどね。そろそろヘタレウス満たさあるなぁ。続いては、走れ生肉。ホーミング生肉。まさかこれって、蚊の横槍装飾モンスたちのことだね。やっぱりそうですか。無駄に高いホーミング性能で突進してくるくせに、戦うと即刻生肉にされちゃう意に弱いからそう呼ばれているよ。この動画で散々思い知らされましたよ。実はホーミング生肉って言葉は元はアクケロス単体を指す言葉だったんだけど、シリーズごとにどんどん生肉が追加されたことで、ホーミング突進を持つ小型全般を指す言葉になったんだ。意外にもちゃんと歴史がある言葉なんですね。ライズではかなり改善されたけど、あのクソさをもう味わえないと思うとちょっと寂しい。戻ったら戻ったでどうせ文句言いますって。続いては、悲劇のラスボス、アトラルカ。カマキリさん最近よく出ますね。あまりにもカマキリさんの装備が優秀なもんだから、ハンターに大量に狩られちゃったんだけど、そんなカマキリまみれの状況からカマキリオンラインなんて呼ばれてたんだ。名前は完全に別芸です。要するに、ナルハタの防具が強かったら、ライズが金玉オンラインになる可能性があったってことでしょ？史上最悪のゲームでくさ。続いては、みんなの銀行、アカムトルーム。やっぱり来ましたか。セカンド G のアカムさんは、素材が高値で取引される割には全然強くなかったから、とにかく乱獲されまくって、もはや銀行とかしちゃったんだけど、その状況とアカムトルームをかけて、ATM って呼ばれてしまったんだ。なんと不憫な名前なんでしょうか。ただそれ以降は順当に強化を重ね、見事銀行役を脱却。無事シンプルに恐れられるエセ固有になれましたとさ。ATM さん良かったですね。続いては、炭鉱夫の天敵、ウラガンギン。今度は主任ですか。その主任って言葉が今回の肝だね。そもそもなんで主任って呼ばれてるんでしたっけ？それは、ハンターたちが自らの足でお守りを掘り当てていたサード時代。お守りの発掘ルートと主任の移動ルートが被ることから、主任は炭鉱夫の様子を見守っているという説が流れて、現場監督、現場主任という意味合いで主任と呼ばれるようになったんだよね。そうだったんですか。ちなみに主任は元は人間だったという説もあるらしい。それはこの動画で詳しく見てもらいましょう。続いては、ヨヨヨ、ガノトトス。出たクソデカさかな。ガノトトスさんは、悪空間タックルの使い手としてネタにされてるんだ。あの当たり判定がおかしいやつですよね。その通り、タックルと反対方向にも当たり判定があったり、当たってないのにダメージを食らったり、ストーリーズ2では、アシュのタックルが話題になったよね。あれはやりすぎまであります。そんな不可解な当たり判定は、
当たり判定力学っていう、モンハンならではの力のせいらしいよ。なんと雑な丸め方なんでしょう。新作でもなおは空間を使ってきたら、それはそれで面白いよね。ライズはハンターが強すぎるので、ここらでちょっと芝居てほしいです。続いては、男の中の男。ボルガロス。もしかして、前に言ってた兄貴ってやつですか？その通り。初登場のフロンティアでは、男らしい戦闘スタイルがゆえに、兄貴の愛称で親しまれてたっていう。今は見る影もないですけどね。ライズに出るのは兄貴が先か、アブナコトルが先かどっちなんだろうね。アブナさんの部下は参戦してますし、アブナさんじゃないですかね。まずは、じゃねえよ。ちっちゃ姫。姫様。王国のお姫様として、また受付嬢として、偵察拠点エルガドを支える姫様だね。いつもお世話になってます。そんな姫なんだけど、なんだか巷では、とある人に似てるって言われてるとかなんとか、ミネイレさんが加工屋の娘に似てるとか、そういう話ですか？いや、考察的な話ではないんだ。ごく一部のプレイヤーの間では、姫が棒を笑い芸人、ハリセンボンの春菜さんに似てるって話があるんだよ。リアルな人物の方。まあ、見慣れた髪型とメガネのせいなんだろうけど、よく見てみると似てなくもないのかも。ちっちゃじゃねえよ。さらに、ちっちゃ姫の中の人、クスノキトモリさんが演じてる、ラブライブシリーズの、結城せつなちゃんとも、丁寧かつ熱い口調が似てるんだ。怒涛のピオン。ラブライバー兼用ハンターの間では、思ったよりせつなだ、気づいたらせつなだったと、大きな話題になってたよ。どうしても結びついちゃいますよね。というわけで、エルガドの人が聞いたらブチギレそうな、姫が誰かに似てるお話でした。あなたもそう見えてくるかも。続いては、カエルおじさん。佐藤削減。カエルおじさんは五国様でしょう？いや、サンブレイクでは、カエルおじさんの異名を佐藤佐が引き継いでるんだよ。そのカエルぶりは、仮上で発揮されるんだ。サンブレイクの新要素、盟友クエストでは、なんと普賢さんとも仮に行くことができるんだよね。普賢さんも元気ですね。そんな普賢さんの仮の特徴は、なぜか大量のガスガエルを使うというもの。なぜそうなった？これは五国様から預かってきたものらしいね。でも便利じゃないですか。ところが、お供が投げるガスガエルとは違って、普賢さんが置くガスガエルは味方にも効くんだ。あ。しかもそこそこの頻度で置くから、こっちが痺れたり、爆破で吹っ飛ばされたり、眠ったりするフィールドを、ガンガン展開してきやがるんだよ。迷惑プレイヤーじゃないですか。実際に借りに行くと、普賢さんに麻痺らされて、モンスの連続攻撃で落ちるパターンが起きてしまうこともあるね。借りの勘を忘れてしまったんですか？そういうわけで、一部のハンターからは、盟友、モンスの味方、いない方がマシ、ハンデなど、不名誉な呼ばれ方をされてるんだ。きっとこちらを試してるんですよ。続いては、軍師表編。王国騎士のルーチか。ギャップの塊ですね。普段はおしとやかで物静かな感じだけど、仮になるとガラッと変わるよね。あれは驚きです。仮に出ると、戦闘狂の一面を出してきて、なかなか猟奇的な発言も目立つよ。これが表編ですか。いい狩り場ね、私に任せておきなさいなど。仮に熱心な様子が見られるね。熱心というかなんというか。フィオレーネさんと仮に行くと落ち着こうと諌められるし、同僚の王国騎士はルーチカさんと仮に行きたがらないしで、なかなか惹かれてる感じはあるよね。まあ相方がこれは。しかも他の盟友と違うのは味方を一切回復しないことだよ。周りが見えてません。また、モンスが眠った時には、他の盟友が睡眠爆破かどうかを判断して爆弾を置くのに対して、ルーチカさんは即置いてくるんだ。だから体験で起こしたいなど、寝起きぶん殴りをしたい場合は邪魔になるから注意が必要だね。狩り場での癖がすごい。あと隠してるけど、めちゃくちゃ大食いって設定もあります。やっぱり公式からネタにされてるじゃないですか。個性豊かってことで捉えよう。なおネット上では、ルーチカさんの中の人が、二面性のあるキャラを演じがちな声優さんであることから、発売前からある程度このキャラ付けが予想されていたそうな、ネット民を恐るべし。モンスター編1体目は、マッシブ固有、メルゼナ。メインじゃないですか。百銀竜と呼ばれ、高貴なイメージのあるモンスだよ。ロイヤル固有ですね。気品のある色とか、胸のふさふさした部分とか、まさに貴族っぽいよね。食事も見せませんしね。そんな高貴なメルゼナさんだけど、なんと公式 CM にて面白いいじられ方をされてしまったんだ。何があったんです？前作から話題になっていた、全力モンハンごっこの続編のような CM にて、なんと羽が生えた独特な衣装で有名な、お笑い芸人のザジーさんに見立てられてしまうという、高貴な設定やメインモンスにあるまじき扱いを受けてしまってるんだ。毎度このシリーズには狂気を感じます。当然ネット民がこのネタを見逃すはずもなく、一部ではメルゼナさんをザジーと呼ぶ風潮ができてしまったそうな。なんそれ。多方面に失礼な感じがするけど、
メインかつ固有の特別なモンスがこの扱いって、かなり災難だよね。メルゼナさんも困惑してそうです。続いては、ヒモテオンヨウ。エンサドヨメクマガイマガド。強そうです。めちゃくちゃ強いよ。なんといっても、戦えるまで相当な時間がかかるからね。楽しみにしてます。そんなエンサマガドさん、このチャンネルでも何度もこすってるけど、ある悲しみを背負ってる個体なんだ。そうなんですか？まず説明しておくと、ゲームに出てくるマガドさんは全部オスの個体なんだよね。ミツネさんと同じですね。そうそう。そして設定では、メスへのアピールとしてカブトみたいな角を使うみたいなんだ。角でモテる社会なんですね。しかもかなりの角社会のようで、角が折れてしまうと、なんと全くモテなくなってしまうんだ。それなのに折れたら二度と生えてこないっていう。やばすぎ。そして角が折れた個体はモテないのが確定してしまうから、性格が獰猛になって縄張りを広げることに熱を注ぐんだ。同情します。そんな設定を踏まえてエンサマガドさんを見てみると、片方の角が折れてる模様。あ、そう？この設定から、巷ではエンサマガドさんこそがその種類の個体なんじゃ、と囁かれていて、ネット上ではこじらせマガドや、よりひどいと DT マガドなんて呼ばれ、散々ネタにされる羽目に。悲しすぎる。また北米版のエンサドヨメクは、スコーンドと訳されてるんだけど、この意味は、激しく軽蔑されたっていうものなんだよね。やっぱりモテなかったんですね。そんな公式からも、ネット上でも、かなり悲しい呼ばれ方をしてしまう、エンサマガドさんでした。強く生きて。続いては、臆病者？ふんふふんふ。いやいや、ラスボスですよ。そうだね、ラスボスだね。とまあ、一応飛ばすためのクールタイムを設けたところで、ラスボスことガイアデルムさんは、メルゼナさんを討伐した後に王国の後から出てくる黒幕なんだ。キュリアを消しかけてたのもガイアデルムさんだったんだよね。あれは衝撃的でしたね。というのもガイアデルムさんはメルゼナさんとライバル関係にあったんだ。え？同格なんですか？そうなんだよ。メルゼナさんにキュリアを消しかけても逆に自分の力にしてしまったことで、決着がつかず長いこと対抗してたんだ。珍しいパターンですね。ところがメルゼナさんが討伐されると、邪魔者がいなくなって生き生きと這い上がってきたってことだね。ダサいですね。賢いと言っておこう。でも、穴から這い上がったところで、ガレアステイトク率いる狩猟船に突き落とされたり、仮の前半では、自分がまとってるキュリアのエネルギーを自分で吸っちゃって自爆したりと、なんだかいいところのないモンスだね。ドジっ子だとしたら可愛い。一番可哀想なのが、本編でフィオレイネさんからキュリアに頼って身を潜めていた臆病者、と罵倒されてたことだね。そこまで言われることあります？ネット上でもその扱いは変わらず、キュリア頼みオツとか、ガイアからデルムとか言われてます。ラスボスの威厳はどこへ？続いては、え？いた？テルレビオス。またまた復活ですね。4G の看板を飾ったモンスだね。当時は一応ずらすステップや、今よりも厳しい列車でハンターを苦しめたよ。今よりきつかったんですか？まあ今も今で、ステップは廃止されたものの、飛び上がって蹴りかかる、通称ライダーキックの回数が多くて、慣れないうちは苦戦してしまうけどね。あれは厄介です。ただ、セルレギオスさんは、クリアまで一切狩らずに進められるんだ。そうだったんですね。そうそう。選べるキークエストのうちの、一つにはあるけど、復活モンスにしては珍しく、緊急クエストに出演してないんだよ。スルーできちゃうんですね。しかも、レギオス武器にあった、回避すると切れ味が戻る個性は、サンブレイクで没収されてるんだ。スキル森林磨きはばらまかれてるけど、レギオス武器はただの無属性武器で、特に欲しいってほどでもないっていう。かわいそうに。そんなわけで、今作も結局影薄キャラを払拭できず、唯一の光だった装備の優秀さも失ったと、ネット上では散々ネタにされてるね。ネタにされるだけまだ良かった気もします。続いては、ステルス参戦。フルフルアッシュ。真っ赤なフルフルさんですね。通常個体の白色とは異なり、全身真っ赤に染まって、よりグロテスクな見た目のモンスだけど、実はサンブレイクに特に告知もされないまま、参戦していたことが判明したんだ。そんなことあるんですか？異例の事態だよ。なんとクリア後に戦えるんだけど、めちゃくちゃな強さでハンターを蹂躙しているそうな。ひえー。って、あれ？なんか見た目違くないです？とまあ、茶番はここまでにして、フルフルアシさんは、キュリアの影響を受けて怪異化した。通常のフルフルさんに色が似ていることから、ネット上ではさっきやっていたみたいに、あれ？いつの間に参戦したん？とか、復活おめでとうとか、ネタにされてしまったんだね。ぬか喜びしてそうです。なんならキュリア自体にも見た目が似てるしね。もはや妖怪かと思いました。本当の参戦ワープでに期待したいところだけど、果たして名だたる人気足を出し抜き、フルフルアシさんはいけるんだろうか。フルフルファンの皆さん、希望を捨てないで。
続いては、ネタキャラ続投。物資教官。ライズからネタにされてたじゃないですか。確かにそうだね。集会所に行くたびに嬉しそうにしてるのが印象的だったね。無視されて落ち込むまでがワンセットです。でも、サンブレイクの序盤では、ルナガロンの襲撃に落ち着いて対処する教官らしい姿もあったよ。これはかっこよかったです。まあ、フィオレーネさんに不意打ちタックルを許しちゃうんだけど、これはかっこ悪かったです。他にも鉄柱シギを全部発明したり、盟友で唯一全部鉄柱シギが使えたりと、かっこいい姿もある教官なのに、盟友クエストに行くと残念さに磨きがかかってしまうんだ。あ。攻撃してあげると。もっと、もっと俺に英雄の攻撃を叩き込んでくれ！投げキスすると、教官の愛さ。と返してくれたりと、変態なのでは？と思わせる一面ばかりなんだ。ド M かな？そもそも公式からこのいじられようなんだから、ネット上でも散々ネタにされちゃってるね。当たり前の結果です。ちなみに、エルガドでは、J 君に尊敬されてたり、歴史学者のパサパトさんを肩車してあげたりと、評判の良さそうな感じだよ。人当たりいいですよね。なお、服属に襲われる仕様は続投している模様。どこまでもいじられキャラですよ。続いては、頑張ってるね。王国騎士の J。J 君。エルガドの新米騎士として、頑張ってる J 君だね。熱いキャラですよね。どこか抜けてる感じもする J 君。うつし教官との会話で、アルロー教官から何を教わった？と聞かれ、お酒に合う野菜の炒め方と返し、あのうつし教官から、運酒量に関係なかったねと突っ込まれる始末。あのうつし教官を突っ込み役に？あとは盟友クエストでも、やたら熱苦しい掛け合いが見れます。うつし教官、こんにちは！俺、今日も元気全開です！やあ、J 君こんにちは！俺も機嫌万丈、元気全開だよ。このコンビはあかん。そしてエルガドではなぜかアルロー教官の前でシャドウをやってるんだ。ハンターのアクションにあるシャドウボクシングですか。でもフォームが甘いのかアルロー教官から指導を受けてるね。あのアクションも厳しい修行がいるんですね。そんなわけで公式からも若干ネタ枠扱いされてる様子が見られるけど、こういった熱血枠はネット民にとっても格好の的。案の定過去作で登場したネタ枠キャラの筆頭ルーキーや大団長に似てるとか脳筋だとか言われてたね。いつか大事件を起こしそうなキャラです。ただ実はコミュ力の塊で、うつし教官との掛け合いがある他にもヘルブラザーズ倒査団子の大食い対決をしてたりするね。誰とでも仲良くなれそうな良いキャラです。続いては小物感。流れのハンター赤鬼と黒鬼、二人でヘルブラザーズだね。なんか団子屋の奥にいますよね。ヘルブラザーズはなんと初代から登場する歴史のあるキャラなんだ。歴史ありすぎです。それがエルガドにまで来てるんだから、異例といえば異例だよね。なんかひよっことか言ってきますけど、今作では飲み食いばかりしてて何の活躍も見られない彼らだけど、短期で G 級の固有を借りると噂されるほどの超実力者なんだ。ええ？でもサンブレイクではその一面が全く出てなくて、ただただ主人公を舐めてるだけの小物っぽさがすごいんだ。盟友クエスト行きましょう。しかもストーリーの終盤では、加工屋のミネイレさんから、黒鬼から依頼を受けているが後回しでも良さそうと言われたりと、割と雑な扱いをされてるよ。戦力にならないんですか？相当な実力はあるんだけど、腹痛やらクーラードリンクを忘れたやらで何かと本気が出せてないんだよね。お団子の食べ過ぎでしょう。というわけで、古参プレイヤーからは大変喜ばれたものの、公式からもネット民からも、まだネタ枠という扱いは変わらずだね。アプデ後は固有を買ってきてくれないかと、密かに期待してるところだよ。おめえ返上しましょう。続いては、ベタ褒め。主人公。主人公？サンブレイクでは、とにかく主人公がベタ褒めされて、逆にネタにされてるんじゃないかと思うんだ。というと、まず、百竜夜行を退けた英雄として、エルガドにつくんだけど、とにかく成り物入りなんだよね。英雄扱いってことですか？そうそう。里から遠いエルガドでも、竹木炎とか機炎万丈とか、カムラの里で言われるのも恥ずかしい、かっこよさげな言葉で呼ばれるんだ。悪い気はしませんけどね。まあ英雄なのは事実だからね。でもさすがに、竹木炎はいじってると思うよ。こっ恥ずかしいですね。そして盟友クエストでも、どの盟友からのベタ褒めの嵐だね。そんなにすごいんですか？まず、総流が完了したら、いい総流だったと褒めてくれるんだ。マルチプレイと同じで、明らかに失敗しても褒めてくれるよ。逆に煽られてる感があります。さらに盟友は、主人公が砥石を使うだけでも褒めてくれるよ。子供じゃないんですから。無駄のない研ぎ方だとか、砥石の手際についてだけでなくて、カムラさんの砥石をいい砥石だと、質の良さを褒めてくれたりするね。褒められてるの砥石じゃないですか。
とまあ、どこに行っても褒められて、承認欲求満たされまくりの主人公でした。果たしてネタにされているのか、ただ褒められているのか。続いては、風評被害。ゴアマガラ。ゴアさんじゃないですか。フォーの看板モンスとして、筆頭ハンターを蹴散らしたり、ケガさんやゴシャさんの首根っこ掴んだりと、凶悪な実力者ポジションのモンスだね。格上感出てますね。このように、強ポジのゴアさんには、ネタにされる要素なんて一見ないと思うんだけど、実は地雷の代名詞っていう不名誉な称号も持ってるんだ。どうしてでしょう？ユータだね。あ。フォーではオンラインの人口が爆発的に増えて、それに伴って態度の悪いハンターが増えたんだよ。それで地雷プレイヤーの代表としてユータという存在が生まれたんだ。地雷といえばユータですね。そうそう。それでユータが着込んだとされる装備が、ゴアシリーズ一式とゴア総中棍エイムオブトリックなんだ。本体というよりか装備がネタにされてるわけですか。これは風評被害ですよ。そしてサンブレイクでは重ね着でユータを再現しやすいのもあり、蜂蜜ちょうだい、尻尾切って役目でしょと、定型文に入れてオンラインに潜るユータなりきりプレイが楽しまれてるんだ。ゴアさんも不憫ですね。地雷プレイヤーの真似で装備が持ち出されるんだからね。でも4の発売から9年が経ったサンブレイクでは、逆に尻尾を切ったり蜂蜜をくれたりする、あの頃は地雷だった成長したユータの姿も、ごく稀に見られるんだとか、なんだか感動ですね。続いては、トラウマ製造機、アワシラ。かわいいクマさんですよ。巨大なモンスばかりのフィールドで、比較的小柄なクマさんは癒しだよね。まあ山で出会ったら怖いですけど。そんなアワシラさん、ライズでは主として上位に上がるハンターを絶望させてたけど、サンブレイクでも、トラウマ級のクマさんが出てきて話題になったんだ。ええ、それが怪異かアワシラだね。さっきも出てきた特殊な個体ですね。さっきは説明してなかったけど、キュリアに吸われて短命な代わりに生命力を爆発させてる個体なんだ。ひえ、詳しい説明は省くけど、怪異かアワシラがマスターランク10の緊急クエストで、初めて戦う怪異か個体なんだよね。チュートリアル的なやつですね。ところが、アワシラは立つ姿勢を取るから赤いモヤを狙いづらいし、弱いから許されてた隙の少なさとホーミング性能で、クリアしたてのハンターを苦しめるんだ。またトラウマになりそうです。しかも体力は通常個体の3倍以上で、アイスボーンのミラボさんにも迫るレベルだったみたい。そりゃ持久戦になりますよ。そんなわけでネット上では、アワシラ強すぎて草とか、赤いアワシラ、ベニカブト、頭がとか、普段弱いだけに謎の強キャラとして散々騒がれてしまったよ。名誉なことなのに通常個体がどこか悲しい目に。しかも、さすがに調整ミスだと公式が判断したのか。その後は他のモンスもろとも一瞬で弱体化され、またもやネタにされてしまう始末。スピード魔改造クマですね。続いては、やっぱり、鉄鋼したラーじゃん。またラーさんですね。4では4桁くらい狩られたり、アイスボーンではいいじゃんが流行って公式でラインスタンプが発売されたりと、どんどんおもちゃにされてる感があるよね。固有級モンスなんですけどね。まあ強いことに変わりはなくて、サンブレイクではついに特殊個体、鉄鋼したラーじゃんが追加だよ。強そう。特殊個体だけあって、雷を使った衝撃波や過去作でおなじみの岩盤投げを使ってくるね。蒸気を逸してます。技のレパートリーが増えて対処がしづらいけど、割と硬直時間が長いから落ち着いて勝っていけば大丈夫。男性ってやつですね。さて、そんな激高ラーさんには、サンブレイクで新しく追加された必殺技があって、それが電撃をまとった回転突進だよ。何ですかこれ？これは気候をまとって霧もみ回転するっていう攻撃で、もはや生き物の動きではないよね。確かにありえない動きですが、そこまでネタにされる要素はない気が？いや、実はこの技って、なんとカプコンさんのゲームに昔からの使い手がいたんだよ。先駆者がいるとは驚きです。それがストリートファイターの悪の親玉、ベガさんだね。必殺技のサイコクラッシャーにやたらモーションが似てるんだ。まんまじゃないですか。ラーさんが合気を理想に作られたのに、まさかのベガさんの技を使えるなんてね。ちょっとした公式の遊び心なんだろうか。そろそろ波動拳も？ちなみに、サイコクラッシャーの時の顔が面白い点も、一部ではネタにされてるね。ラーさんは変顔が面白い。続いては、グラフィックが裏目に、ライゼクス。復活モンスですね。クロスの看板として登場したライゼクスさん。ミツネさんに続いてクロスの看板が並んだね。ディノさんとガムートちゃんにも期待です。そして 3DS からスイッチに移ったことで、ゼクスさんもビジュアルが綺麗になったんだ。色合いいいですよね。そうそう。ゼクスさんは頭、翼膜、尻尾に帯電する性質なんだけど、翼膜は特に薄くて向こう側が透けて見えるほどなんだ。綺麗ですね。昆虫をモチーフにしてるから、昆虫の羽のような複雑な模様と色合いを取り入れてて綺麗だよね。
そう言われれば虫っぽいです。ただ、こうして綺麗になったゼクスさんだけど、時代の変化に伴って妙なあだ名がついてしまったんだ。なんて言われてるんです？ゲーミング比喩だね。なんですかそれ？最近ネット上では、無駄に虹色に光るアイテムを何でもゲーミング〇〇と呼んで、ネタにするようになってたんだ。それで、七色に光るゼクスさんもゲーミング比喩になったわけだね。まあ確かにゲームですけど、なんか不明予感あります。羽をきれいに描けるようになったことで、ゲーミングの名称が似合うようになった、ちょっとかわいそうなゼクスさんでした。褒め言葉ですよきっと。いやー、ネットの民のセンスには、脱帽ですよね。特にあだ名の付け方とか、天才としか思えないよ。他にもこんなのあったよねって覚えてたら、ぜひ教えてくださいね。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれたら励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。